はい、どうも関西クラクラクラブのコミです。さて本日はね、リーグ戦からダンホール12のアタック1本、見ていきたいというふうに思うんですけども、こちらですね、攻め方は、ライドララッシュですね。まあ、これ結構ねアンチな方も多いんじゃないかと思いますよね。結構そのゲーがないっちゃゲーがないように見えがちなんで、相手がしてくるとちょっとね面白くないなと思って見ちゃう方も多いと思うんですけども、今回ね、この攻めをあえてこう開けさせてもらったのは、一つは、まあ、特にこういうリーグ戦で格上の相手からね、星2を確実に取って破壊率を伸ばしたいとか、いう場合にも本当に実は使える戦術だったりもするっていうことと、今回星子さんかな、が攻めてくれている相手の村っていうのはほぼカンストですよね、施設は。で、そういう相手に対してもちゃんとね勢い任せのライドララッシュではなく攻めていけば全回取れるよっていう、まあ、そこをねちょっとお話ししたいと思ってあげてみました。で、もうねだいぶ攻めが中盤まで進んでいますけど、どうですかねこの感じ、見ていて気づくことってないでしょうか。まあヒーリングとかねレイジをそんなにまあガン積みしているわけではなくて、実はこれガン積みしているのはフリーズなんですよね。この呪文をガン積みしている。で、フリーズをガン積みするのはなんでかなっていうと、まあ、当然ライドラって、足が遅いですよね。なんでエアスイーパーとかに打たれちゃうともう全然機能しなくなっちゃうので、まあそういうところを潰すようにも使えるし、今回はねエアスイーパーというよりはシングルインフェノタワー、あと、ギガテスラ、この辺のねダメージっていうのをきっちり止めるのに、フリーズを使っていきました。まあマルチだった場合には少しまだ違うのかもしれないんですけど、シングルの、ダメージ量って当然ライドラをねもう致命傷に、するぐらいの破壊力がありますので、これはね、ヒーリングとかじゃ全然回避できませんから、もういっそのことね、フリーズで止めてしまうということをしながら、そのインフェルノの周りにある施設もねこう固めていって、ライドラに入るダメージを減らしながらレイジをかけて一気に、幅広く削ってしまうというのがね、このライドララッシュを使う上での、まあ、ポイントかなというふうに思います。今回志向さんお見事ですよね。時間も結構、まあ、ギリギリっちゃギリギリだったと思うんですけども、まあ、それでもねこれだけレベルの高い相手っていうのを最後のライドラね黒風船がないかどうかすごいドキドキしたと思いますけど前回までねこう持っていけるっていうのは、まあ単純にねよく見るレイジをガンガンやってライドラを進めていくっていうような攻め方ではなくてね、こうその場その場の臨機応変起点の効いたフリーズによって攻めていくっていうね、そういう攻め方がやっぱり肝になっているんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、ちょっと相手の村見ていきたいというふうに思うんですが、ここの真ん中の区画、ここですよね。結構施設が密集してますよね。ぎっちり詰まっていてライドラのチェーンが結構入りやすい、配置になっているということと、中にギガテスラ、インフェルノ3本、まあ、こういうふうにあるわけですよね。あるので、結構ね中央をしっかり突破できてしまえば、割とライドラがやられる要素っていうのは、まあ、あとはこの対空砲砲やすぐらいしかなくなってくるっていう意味で、まあ、ライドラのラッシュをね刺しやすい、まあ、配置にはなっているかなというふうに思います。あとまあこういうところを見てもらってもね、こういうところとか、あとはまあどこだろうな、こういうところとか結構施設が密集してますよね。で、密集しているところはやっぱりチェーンライトニングががっつり入るんで、それをね、今回ライドララッシュを使った、まあ、決め手になったんじゃないかなっていうふうに思います。で、そういうところをね意識しながらもう一回、リプレイ見てもらいたいんですけども、見てもらうときにね、ぜひ、もう一個着目してもらいたいのが、フリーズの使う場所ですよね。ここをぜひね今回の攻めではこう見ていってもらいたいというふうに思います。で、まずは当然ながらライドラはねサイドカットをしっかりしておかないといろんなとこ走っちゃうので、きっちりね、両サイドにこうライドラを出してこんな感じですね、カットを入れていってますね。まあ相手の防衛軍は何が出てきても、まあ、ライドラと1対1で勝ち合って倒せないやつっていうのはそうそういないんでね、まあ、それはシコさんもよく分かってらっしゃる。で、ポイズンなんかは持ってかずに、その枠っていうのもね今回はしっかりとねフリーズに耐えておりますね。で、やっぱりねバルーンを前に出すっていうのはいいですね。ライドラの、進軍をしていく上で黒風船ライドラ食らわしたくないんですよね。
一体一体が希少なんで、コストがでかくて数持っていけませんからね。なんでその、貴重なライドラをしっかり黒風船から守るっていう意味でもバルーンが、まあ、効果的な仕事をしてくれてますよね。まあ、さらに対空砲とか周りの、ね、施設にもバルーンが走ってくれてそれも壊してくれるっていう、まあ、いい相乗効果が生まれてるんじゃないかなっていうふうに思います。でここまで来ると、まあ、ちょっと全開の期待ができてきますね。最後の今中央にいる、ね、ライドラのシェーンライトニングが、まあ、見事に相手のインフェルノとね、対空砲を壊してくれたっていうのは、まあ、非常にこの全開につながる上で大きな一発だったんですけども、それもあって、しっかりね、最後までライドラがこう削りを入り切って、サラチまで持っていけてるというところですね。まあ冒頭も言いましたけども、早々タウンホール12のね、上級者同士のバトルでライドララッシュってあんまり、まあ、見はしないと思うんですけどもね。まあとはいっても使う場面って、まあ、あるかもしれないし、まあその格上からね星に劣ってその高い層を伸ばす、まあ、そんなシーンではよく使われる戦術ではあるので、使う場合に呪文どうしようかなって結構悩む方多いと思うんですよ。ライドラのチェーンを最大限に生かすためにそのレイジをね、持っていくとか、まあ、いう風に考えがちなんですけども、ちょっとそこは待ってもらってレイジではなくて、フリーズをね、ライドラ非常に相性がいいので、組み合わせてこう使ってもらえると、今回のねシコさんのアタックみたいに、全開につながっていくんじゃないかなという風に思います。まあ、まとめると、あれですね、ライドラには、フリーズを、まあ、優先的に使っていく、かつ、バルーンを使って黒風船をライドラに、届かせないように処理していくっていうね、この2つをしっかり押さえてね、もしライドラ、ラッシュで使う機会なんかがあった場合には、ぜひぜひこう参考にしてもらえたら嬉しいなというふうに思います。はい、というところでね、本日は少し短めの動画ですが、このあたりで失礼したいというふうに思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日はこのあたりで失礼いたします。バイバイ。